どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター様です。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年々5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはシンデュアリティのワール。最終回、第12話。読めない。ミラージュ・オブ・ザ・イディール。かな。読めない。読めない。わかんない。まあ、とりあえずね、その、ワンクール目っていう感じ。なんかね、公式の方からも発表があって、ツークール目をやりますっていう。2期とかじゃなかったはずなんだよな。ツークール目をやりますっては言ってるんだけど、それがいつとかは確かわかんなかったはず。確か。多分、ご自身で検索してくれ。バーカ面白い流れになってんだけどね。やっぱディズニープラス独占配信とかいうゴミみたいなことやってるから、カスで。めちゃくちゃ面白いんだけどな。面白いとか言ったり、ゴミとかカスとか言ったり、なんか矛盾してるけど、めちゃくちゃ面白い流れになってるんだ。じゃあ見るね。もしこんな動画良かったら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いや、なんかね、ほんとほんと、マジよ。面白いんだよ。面白いんだけど、誰もシンデュアリティノワールの話してないんだよ。面白いんだけどね。はい、それでは D アニメストアじゃなくて、ディズニープラスで再生していきます。3、2、1、スタート。いつも通りオープニングがある。これで終わるのかな。どうなんだろう。もう連続であるのかな。一回調べよう。ちゃんといや、でもやっぱ最終回っぽいな。違うかな。ツークール目が2024年の1月だって。1月。とりあえずこのワンクールはこれで最後と。本編開始。いいね。
君はまだシンデレラさ。お前攻撃してくんのかよ。やべえ、食らってんな。すげえ。絶対違うよ。デスフラグ。彼方が行くか。何？またあれだ。あの時のあの黒い髪のあいつか。誰？誰だこれは？なんだ？なんで？なんで変わるんだろう。変わりすぎだろ。20年前知ってんのか。
見捨てる。見捨てる。もうやっぱ完全にノワールとは別かな。あっさり、あっさりしてんな。殺さないんだ。黒仮面さん。セーフモード、こっちが本体なんだ。いや、合うだろうな。え、ノワールもいねえの。何してた？あれから生きててよかった。おお、なんか生きてる。なんだろう、ロケット弾味を感じる。好きだな、ランゲ。うん、おじいちゃん、活気がなくなったな。
そうね。マジで行くんか。褒めんなって。だからそこで持ち上げるからダメなんだよ。ビブベボなんだ。嫌すぎる。OK。 歯茎ってあるんだな。やっぱそうよ。年がわからんやったもん。あら、マジか。ミステルのまんまだな。カンオケって言うんだ。コックピットとかじゃねえんだ。
っぱ前の日とか。黒米通ってる。怖っ。なんか知ってんのか。ミステルになってるのあるじゃねえ。こっからしばらく間が空いて、1月から2クール目。マジか。マジか。ノワールがいなくなったよ。で、最後のいつもノワールって出てたのに、ミステルに変わってた。どうなるんやろうか。いや、出てこんはないと思うけどな。でも、セーフモードなんや。で、なんか、ドクター・パスカルとか、パスカル計画とか、あの人が、じゃあ、あのお方がどうのこうのとか。あやー、大変なことになったね。結局なんて読むかわかんねえや。一旦この危機は乗り越えたけどって感じだね。はあ、はあ、まあでもおもろかった。ツークルメもなんだかんだ言ってもいいんじゃない。なんでさ、こんな面白いのにさ。
ディズニープラスで独占なんかするんだろうな。あーマジか。みんなに見てほしいけどな。なんかさっき見たら YouTube で今8話まで無料公開ってなってるから、そっちでもいいから見てほしいな。おもれえからこれ。まあじゃあまた1月に2クルメ見るんでお会いしましょう。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、シンデレラキーのワールズ1クール目最終回第12話ミラージオブザイディ読めないでした。ありがとうございました。ならね。